長戦に入りました。延長戦の前半15分間で争われます V ゴール方式。ここはあの気を抜いたらですね、もうその場で入れば終わりですから。そうですね、しっかりとですね、集中してもらいたいですね、まさに集中力勝負ということになりました今日の一戦です。最終ラインの駆け引きが下手すると、オサイドの失敗とかでももう1点になりますからね。そこは気をつけてもらいたいですね。一つのミスが負けにつながります。さあグランパスが攻めていく。ホイッスルが鳴ります。今日の試合は前半に両チーム2点ずつを取りました。2対2。そして後半の45分間は両チーム無得点、2対2で延長の前半に入っています。いい状態でもらわせない方がいいですね。今いい予選しましたよね、ストイコビッチ中ですからね。最終的に中なので、その中をですね、しっかりと見とかないとやられますよね。どう見ていくかですよね。選手がですね、ボール、いい飛び出ししてますよね、本当に。いいボールがないところにいい動きですよね。駆け引きっていうんですかね、そこをずっと狙ってましたね。グランパスが右から左へと攻めていきます。ディスコンティ選手、今いい寄せですね。そうですね。あれで簡単にですね、余裕を持たせてプレーさせないっていうのができますから。はい。早いにスタートしていきます。中、そしてストイコビッチにボールが渡る。中はしっかり見せた方がいいですね、今もうキーパーとのディフェンスの裏を狙おうというストイコビッチ選手のパスでしたよね、これをしっかりと今見てましたね。落ち着いていますよね、さあ左から右へ進めていくアビスパ。ここはラインも終わります。もうかなり疲れてると思いますね。そうですね。もうボールがないところの選手というのがですね、結構疲れてるので、もうゆっくりしかいけないですよね。はい。はい、ポジションに修正しても、ね、もうちょっと歩いドリングっていうか歩きが多いですよね。グランパスがボールを回していく。やっぱりビスモンティ選手は中盤ですね。中盤ですね。もう簡単に飛び込むとやられますよ。さあストイコビッチ対応してですね、ボールを出していく。ヘッド、今のもついてますからね、はい、そう自由なヘディングっていうのをされないから、マリン選手ですかね、いい対応してると思います、はい、今から取れるんかな民宿。さあロペス、オフサイドですね。オフサイドです、ね、オフサイド、はい、アビスパとグランパスの対戦、はい、ファーストステージはやはりV ゴールになりましてね、はい、アビスパが勝利を収めてるんですね、はいはいはい、山下が活躍しましたね、ね、あの時には、はいはい、セカンドステージの対戦も延長になりました、はい、まあそのいろいろ相性とかですね、そういうのがあって、ですね、通算成績でいきますとね、はい、アビスパの方が分が悪いんですが、はい、
そういった意味ではいいイメージがアビスパには残っています。延長の前半すでに5分を経過しています。熱気に包まれています博多の森球技場。ストイコビッチの選手のところはやはり気をつけないでいいパス出してきますよね、はいはい。さあそして15番の大森、ゴールキックですね。ゴールキックになります。いいディフェンスですよ。はい、平島です。ルーキーの平島、はい、攻守にいい働きをしてますよ ね、はい、しますね。さあ博多の森球技場、あの上空には先ほどからあの花火がね時々上がってまして、はいね、ボーンという音がするんですが、はい、さあアビスパが勝利の花火を飾ることができるか。いい走りしてきましたよね、選手。相手はあのもうギリギリあのクリアをした形なんですけど、はい、あのチャンスの方にはですね、やっぱり行かないとですね、そういうチャンスが生まれませんので、ね、パスボールになります。やはりセットプレーだけはやはり気をつけないとやられますよね、グランパスのセットプレーは要注意。キックの正確性があるだけですね、はい。じゃあいいディフェンスしているから逆にあの打てないというところもあるんですけどね、そうですね、はい。さあこちらが回り込んだ振りだ、打っていく、どうだ、シュート、小島選手素晴らしいですね。小島のベキナイス、はい、よく抑えましたよ。グランパスはまだ攻めていく大森、ナイスディフェンスですね。しかしアビスパのディフェンスにも落ち着いている、向こうのですねグランパスのやはり攻めっていうのは全てその、はい、こう外から中のキーパーとディフェンスの間に入れてくるというですね、そこがあるので、そこだけはやっぱ気をつけないといけないですね、一番。触ってコースが良ければそれが入るという可能性がありますから、それだけ気をつけた方がいいですね。アビスパの方、モントジェ選手とかですね、マディア選手とか、はい、そこら辺にあの当ててですね、ビスコンティ選手のですね、はい、シュートというのも僕は見てみたいですけどね。あ、そうですね、開いた方がいいですね。そうですね、はい、いいですよ、はい、持っていった、はい、ルーキーの平島、中に切り込んでくる、コーナーですね、コーナーキックのチャンスを得ました、はい、アビスパ福岡チャンスですね。延長の前半8分から9分になろうとしています。 V ゴール方式です。いや、この試合の重みっていうのはやっぱり分かってるんでしょうね、今ね、ピッコリ監督が画面に映ったんですが、そのピッコリ監督もそういった重みある表情、そして大きな声で今指示を送っています。ビスコンティ向こう側ヘッドでどうだ、入った、入ったですね、はい、決まった、アビスパ福岡フリーゴール勝ち、延長の前半9分、ですよね、よく見るとあそこでですね、よく競り勝ちましたよね。そうですね、もう一度見てみましょう、このボール向こう側のサイド、ヘッドで中原選手ですか、中原ですか、競り勝ちましたよね、中原選手ですね、また延長 V ゴール勝ちです。アビスパ福岡やりました、この勝ちは大きいですよ、はい、両手で喜びを表現しています中原井です。いや、中原井にとってもファーストステージは出番が、ね、故障もありました、ね、セカンドステージ、はい、きっちりとその
きな働き。今場内割れんばかりの拍手です。いやー今日のこの勝ちは大きいですね。大きいですね。いやー素晴らしい試合でした。中原井の延長 V ゴール、3対2で名古屋グランパスエイトを下しています。さあ放送席、見事延長 V ゴール中原井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ最後見事なゴールでした。だけど仕事はあの1点しかやってないんで、ちょっとここの場にいるの恥ずかしいんですけども、だけど勝てたんで良かったです。それにしてもアビスパ福岡セカンドステージ絶好調ですね。そうですね。だけど本来の力を出せばこのぐらいやっていけると思ってたんで、まあそんなに選手自身もここにいる人たちもそんなに驚いてはないと思うんで、これからも優勝を目指して頑張りたいと思います。さあそして今日もたくさんのサポーターファンの皆さん詰めかけています。一言お願いします。これからも絶対満足させる内容と結果を出しますので、ぜひまた博多の森に試合を見に来てください。お願いします。見事延長 V ゴール中原井選手でした。大谷アナウンサーが中原井選手にインタビューをしてくれました。あの仕事はあの1点でしたからなんて言ってましたけれど、はい、でも大きな仕事ですよね。それがいいんですよね。ドリブルで相手を抜いてでも、抜いただけじゃ点を取るというのがですね、やはり一番の魅力ですから。そうですね、はい、さあアビスパ福岡セカンドステージ、これで8試合5勝3敗勝ち点が今日2が入りますから14でありますが、いやもう優勝も夢ではないアビスパ福岡、ね、はい、これからの戦いについて一言お願いします。そうですね、今日の試合を見ててですね、やはり疲れ後ろをですね、狙われるっていうところがあるので、そこのキーパーとディフェンスの間だけを、気をつければ、はい、あとは攻撃に関してはもういいと思いますね。今の形でどんどん行ってもらってチャンスはあると思います。上位進出、そして悲願の初優勝へアビスパ福岡、千力義則さんの解説でお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。アビスパ福岡がグランパスを3対2で破りました。それでは失礼します。